ね、来た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 、ナイス、よしさあ、ナイス、さあキング歌って検索したらいい、8600万再生V スポ激浪出演多数多数、お前は上で待ってるわ、はい、そういうこれでいいのかな、これでいいのかな、ケッツーさん、え、おお久しぶり、ケッツーさん久しぶり、久しぶりです、俺の声聞こえる、聞こえます、でもちょっと小さい、音が小さい、はい、ちょっとだけ、え、多分他の曲がちょっと大きいからかも、え、すげえシスターなってるやん、でしょ、すごいでしょ、すげえ、俺うるさいね、どうもどうも、どうも久しぶり、久しぶりです、え、トウコちゃん、なんか職業決めてんの、はい、そう、まだ何も決めてないっす、いや、出すですよね、ですよね、何するんですか、いやー、採掘かな、お久しぶりです、おい、犬井殿じゃん、いやー、犬井殿さん久しぶり、久しぶり、感動を受けていますか、元気、覚えていますか、元気だよ、おい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 、覚えてますか、覚えてますよ、みんないるじゃん、めっちゃいい感じです、久しぶりだよ、久しぶりよ、めっちゃいい感じです、え、イルイドのなんか職業決めたの、はい、あ、決めてない、どこで職業つくのかも分かってない、今ニートを楽しんでます、まあだよね、ニート最高や、いやどうしよっかな、いやこれで多分下行けんのかな、これ使って消えてた、え、ちょっと待って、どうやっていくんだ、イルイドの、おお、すげえ、どうすんだ、あれ切れた、なんか来ちゃった、あるみちゃん、こんにちは、こんにちは、どうも、どうもどうも、どうもどうも、わ、すごい、すげえ、ガチすげえ、なにこれ、すごい、お腹が空いてるだろ、かっこいい、食材が揃ってるよ、いやいや俺ら、どうも、最高値、食べてるんですか、なんだお前、すいません、すいません、一回帰れるんだから、ちゃんと見よう、いや多分な、俺キコリは一生キー狩るんだよな、やだよ、決まってない、え、カジシはありだよ、カジシはこのダイヤ出たみたいな喜びがある、お前が採掘怖いんだよ、なんか採掘しやんの今俺、え、なんかダイヤが出たらさ、ダイヤが出たみたいな喜びがあるやん、怖いよ、まあ確かに、でしょ、キコリだったらなんかないよね、そのずっと同じキー狩るもんね、まあいい、いい気がする、一緒やろ、一日ごとに転職できるらしい、あ、転職できるの、そう、そうなの、転職できるらしい、え、それ本当、サイクなら安定なの、あ、じゃあサイクやろうかな、サイクになるわ俺、サイクになったわね、採掘頑張ろう、わかりました、行きます、あ、おばさん、ちょっと待って、おばさん、えんちゃんさんは何したらいいですか、今ご飯なくなってます、えんちゃんさんは結局俺ね、やることないから落ちていいよ、ともさん、えんちゃんさん、山一面やることないからログアウトした方がいいよ、これ高度な情報戦が始まってる、これ、お前やべえな、何も明日からだから、明日から、とりあえず冒険とか始まってからだから、出るんじゃないの、とりあえず、そうそう、なんじゃ始まるからさ、ちょっとすいません、ちょっと、はい、僕もエンチャンターになったんですけど、どうやって積みですかね、いや、積みじゃないんやけど、そう、エンゲージの人がいないと何もできないらしいんですよ、ああ、俺エンゲージなりゃよかったじゃん、だって、はいはいはい、響きがかっこいい、いや確かにね、それはもうかっこいいと言うよけど、いやかっこいい、演芸師探しますか、そう、演芸師探しません、ちょっと演芸師探しかな、演芸師の方、気持ち取りも分かんないでついててもいいですか、あ、全然一緒行きましょう、あ、すいません、ありがとうございます、演芸師になればよかった、え、か、カナリアさんがエンチャンターですか、キッショー、エンチャンターじゃない、お、いいっすね、え、ヘンディさ、あれだよね、よし、すごい、え、すげえ、あ、すごいすごい、うわ、え、ちょっと待って、うわ、あ、なんか心折れるなこれ、これ新しいこの心臓の人、うわ、鉄ピッケルいますよ皆さん、早っ、あのこ、え、と思ったら鉄ピ買わないとダメっすよ、あ、ちょっとこっから先、ちょっとこっから先はちょっと待って、誰だ、俺の参考、誰だ、払いましたこれ、え、ここ何、みんなの参考じゃないのここ、誰かの炭鉱なんだこれ。ここの穴は釈迦さんの炭鉱なんで。釈迦さんの炭鉱なの？
それ俺の穴です。ちょっと待って、みんなの穴はない。みんなの穴ですよ。あ、みんなの穴だよ。まあ、釈迦さんの穴をみんなで使うのはちょっと今は無理っすね。あ、今は無理。今無理。いや、インゴット2個で木炭やれみたいなやばいこと言わなくてよかった。かまど使える人貴重すぎないこれ。え、これかまど作れる人欲しくないこれ。かまど作れるよ俺。え、かまどかまど作ってほしいな。作れるけどちょっとかまどは、はい、あのあげれないんで、あの利用だけなら、はい、え、あの言ってもらったらやりますよ。えっとね、売りはできない、売り物じゃないんですよこれ。ああ、なるほど、うん、ちょっと松明を作りたくてですね。え、もうダイヤモンド取ってる、うんうん、松明ね、という石をも、あ、木を燃やさないとダメなんですよね。はい、木を燃やすと、ね、木をね。あー、でも木っつったらな。そうっすよね、ちゃんと乾燥とかさせなきゃ、たちは跳ねて危ないんで。あー、そっかそっか、ちょっとかかっちゃう、ね、結構時間かかっちゃうか。なんか高そうだな。あ、かまど作れる。え、一旦キーもらっていいですか。あ、いや、キーもらっていいですか。あ、俺焼けますよ。結構俺パッとキー焼くのめっちゃ得意なんで。本当ですか。ちょっと一回これお願いしてもいいですか。はい、どうぞ。原木じゃないと焼けないんじゃないかな。あ、確かに。え、原木じゃないと焼けない。原木じゃないと木炭にならないかも。あー、これダメですね。マジかよ。え、じゃあこれキーからな、何もできひんやん。うわ、ちょっと斧欲しいなこれ。やばい、腹減りすぎて、マジで。いって、ハチが助けてー、助けてー、あれ、ハチ、ハチ、ハチがなんかダメージ背負ってない。痛い痛い痛い、ハチ、あれ、あれ、なんか、え、なんか、え、それなんか剣で攻撃できんの。いや、あ、なったなった、多分毒。あ、毒ね。あ、倒したら、ほんまや、経験値、あ、ほんまや、倒したら経験値もらえるんちゃう。あ、ナイスナイスナイス。あれ、やばいやばいやばい、おら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 、うん、おら、ナイス。うわ、俺マジジョブミスったか、これナイス。よし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 、経験値入んないっすね。あ、入んないですね。どうしても、はい、あー、やっぱエンチャンタはエンチャントしないとダメなのか。あ、これお腹がいっぱいになんないと回復しないやつだ。お金をどうやって稼ぐんだこれ。多分ダンジョン。え、これ早めにダンジョン行かないと僕ら、うん、死にません。そうです。え、ダンジョン、あ、ハチハチハチ、後ろ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 、あ、怖い怖い、危ない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 。ちなみに食料ゲージはあと 2.5 ですね、僕は。なんかないかな、食べれるもの。なんか。え、それな？すいません。こんにちは。こんにちは。こんにちは。もしかして、ご職業は？釣り人です。え、釣り人ならではのやつってなんすか？釣り人ならではのやつはバケツと、まあ、ご飯とか。え、ご飯って釣り人から買うしかないの？いや、本当は街中で買えるんだけど、今なんかお金の概念がないらしい、うん、あ、今ないんだ多分、うんうんうん、多分っ、ね、ってことは釣り人からお腹空いてますよね。お腹空いてますよね。いや、空いてるけど空いてるっすよね、うん、いや、俺かまど持ってるな、俺。あ、俺もかまど2個あるな。うん、お腹、これあげます。いや、俺、はい、いらねえ。それあげます。いらねえ、てか全然釣れん、てか。これでも魚いなさそうじゃない、うん、いない、ここ。ちなみに、まだ魚いって、はい、来た、来た、ナイス。よし、さあ、ナイス。決戦どうする。さあ、鉄、まあ、鉄、うん、鉄、鉄欲しいっすか。鉄は欲しい、うん、鉄は欲しい、うん、で、俺、採掘師なんで、ほう、鉄、かっぱらってきますよ。あー、よい、ありありあり、はい、はい、まだ持ってないんすけど。あー、先払い、そう、先払いになっちゃうんすけど。あー、まあ、いいよ。やったー、宝払い、何個、鉄、鉄、え、むしろ何個欲しいっすか。
もう僕めちゃくちゃ腹ペコで、多分魚1個じゃお腹いっぱいならないんですよ。そのまあ、いやいや分かった、一旦あげるよ、うん、あ一旦ね、自分の気持ちで後でくれたら、いや熱っ、でこれを焼いたら食べれるのか、焼いたらいい、そう焼いたらいい、おお今から今日俺ここで無限に釣りするから、困ったら困ったら来な、うん、はい、もう困ってます、え今、うん、今ですもう飢えてる、はい、もう東子さんとカナリアさんがもう死にそうなんで、もう OKOKOK、 今から2匹釣りますよ、じゃあ、うん、頑張れ頑張る頑張る頑張る、流して流して助かる、これ場所悪いね、さすがに深さがないから釣れるわ、来た、はい、はい、タラケツン、あ熱い、ケツンタラタラください、はいはい、魚2匹ね、うんうん、OK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 、 うわ、タラ来るやろな、これ俺の鉄はね、期待していいっすよ、やばいぞこれ、多分やばい、え何これ、パンが64個増えてきた、あ、本当だ、これ配られたね今、え、おお、おやおや、起きた、返せよ返せよ、おや食料困らなくなっちゃったな、返せよ何が痛い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 、返せよ魚、いやいやでももらいましたから、じゃあ鉄ちょうだいね、後で、まあ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 鉄ね、うんね、絶対に忘れないからな、ケツン本当に荷物よ、俺は任せてください、任せてください、よし、はいはいはい、いろいろ作れる、ええ、ダイヤ誰か鉄のツルハシ持ってない、持ってます、ダイヤダイヤおめでとうございます、ありがとう、ダイヤだ、ダイヤ、ダイヤ、やっぱ見つかんの、あるよほら、なんでケツが運命だけだ、うわダイヤじゃん、これダイヤや、え、これ赤いのはこれレッドトーチか、え、お前これだ、お前、おい、なになになに、なに、うわ、あ、ダイヤなかった、ダイヤなかった、ダイヤ嘘だろ、しくったマジで消えちゃった、うわっ、ダイヤ消えちゃったよ、お前、え、いや、じゃあ泥棒するわけないやん、ダイヤちゃんと取っ、さあ当たり前、ちょ待って、うん、うん、違う、うん、ちゃんと掘ったダイヤあるから、ほら、はい、そうだね、うん、ちゃんとあげるから、わあ、よかった、うん、満足した、満足した、あ、オッケー、女いいわ、なんか怪しいよ、一個くらい多分トンズラしてるで、こいつそのおじさん、ダイヤ見つかったぞ、え、みんなダイヤ見つけるやん、なんで、さっきは多分あれ臭いじゃない、ケツオさん、すいません、ツルハシお願いしても、いいよ、ちょっと待って、あ、2個いた、2個作ってもらってもいいですか、1個余るんであげます、鉄つるはし、うん、ケツさん、鉄つるはし欲しいです、それ俺が渡して作ったやつだよね、ケツ、いやいや、まだ作ってる、まだ作ってる、ちょ、まだ作ってないから、危ないよ、危ないから、ここ殺し合いになるからね、ここ危ないから、離れて、危ないからね、はい、わかりました、うん、めっちゃ、ちょっと待って、おい、まだふざけんな、ちょっと待って、ダイヤめっちゃある、ここめっちゃある、ここなんで、やばい、ダイヤ5個あるやん、ここ殺すぞ、入り汚いの、こいつら、すごすぎ、すごすぎだろ、いやもう、痛い、鉄のつらしいただいてもいい、ちょっと待って、鉄のつらしまだ作ってね、ちょっと待ってね、はい、取られた、3つくらいあったのになくなった、3つじゃない、もっとあったぞ、5個あったよ、はい、俺3個もらったんで、あー取りすぎだよ、経験値入らなくなってる、ほんまや、
あれほんまや。あれ、おい、ジョブリセットされてんじゃないこれ。あれこれ選び直せるんじゃない。え、マルンってジョブ何？これカジシですよ。え、ジョブ続いてる今？あ、なんか消えてるか。え、ジョブ切れてないこれ。ね、ジョブき、ジョブ切れてない？なんか。はい、いってらっしゃい。ジョブ切れてます？続いてる？え、多分続いてる。本当？あ、切れてるわ。もう職になってるわ。よね、もう一回で選び直しよねこれ。あ、そうそうそう。これカジシ。なんか経験値上がんないわ。カジシ結構無職になってる。無職になってるよね。無職になってる。やべ、これもう一回ジョブ選び直せるやん。確かにめっちゃいいよこれ。うん。嬉しい人多いんじゃない？やばい。いや、ちょっと待って、俺もう採掘師やめようかな。結構多いんですよ。さっき農場エリア行ったんだ。いや、漁師とか微妙なのかな。なんだこれ。自分のなんか建築家自分の近くでやってるかも。自分たちで。どうします？いや、マジでどうしよう。フォーク錬金術しか、うん、あーカジシ。待って、かなり、なるほどね。かなり屋さん。あー、はじめまして。はじめまして、アステルと申します。あー、カナルと申します。え、あの、え、間違いじゃなければなんですけど、え、キン、え、キングですか？はい、あの、やらせてもらってます。リツキンさん、え、知ってます？待って、だよなこれ。あの、キングですか？あのキングです。あの、ユーアーキングさんですよ。やばすぎ。ありがとうございます。すいません、すいません。え、あの 3D のコスチュームでダンスを踊らせていただきました。あー、ありがとうございます。すごい、すごい。え、やばい、よ、手震える、手震える、やばい、画面がやばい。いります。何でも何でもあげます。普段もう普段からもう楽しませていただいてるんで、もうキングキングってすごい。もうとんでもないです。カナリアさんは今来たばかりですか？おおってこと。でも19時半マジですごいお方やん。僕、はい、どうしようかな。どうします？どうする？え、なんかさ、バランスいい感じがいいよね。被らない方がいいでしょ。俺の、そうだ、まあ、被らない。あ、トーコちゃん。はい。そう、トーコちゃんさ、ジョブ選び直しになったのよ。え、そうなんですか？そう、せっかくだったら被らないようにしたくない。ありだな、マジで。確かに。うちも4人いるんで、結構今、潤沢に。被らないの決めてよ。え、俺が？何でもできると。ケツ任すよ。マジ？エンちゃんと台そろそろ作れます。オッケー。え、ね、マザーさん何やりたい？え、いいですか？何でもいい？主張が欲しいな。主張？うん。人の役にはさせたいけど。よね。なりました？ね。採掘師は別に？じゃ、一旦でも採掘師は、あ、でもね、ダイヤが欲しい。いや、採掘師いるな。え、大丈夫なので。え、じゃあ、マザーさん、採掘師やります？お願いできますか？お、OK です。ありがとうございます。マジか。ね、クリックしたら採掘師になる。うん、動き強くできる。よろしくお願いします。いや、お願いします、本当に。ちなみにリーダー、呼んでください。え？なんで？誰かリーダーがないのかよ、これ。ないないない。いやでもマザーさんめっちゃ見た目いいよ。見た目採掘師いいよ。合ってる合ってる。ちょっといい。ない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 。あ、そうなんだ。そうで、マザーさん採掘師でしょ。で、トーコちゃんなんなる？武器ですね。もうエンチャンターになっちゃいます。エンチャンターなった？喋ってみて。はい。え、俺はどうする？いや、俺採掘師やったんやけど、かぶったら微妙だからちょっと違うのにしようかなと思ったのよ。そうそうそう、なんか再起動で選び直しになったからジョブが。そういうこと。うん。え、じゃあとりあえず俺グループ作っていいのかな。いい？これ何？どうすんのこれ。どういう、あ、こっちはこっちでグループあります。うん、なんの、なんか俺、採掘師にされた。うん、さ
採掘室されたそう一緒にやるじゃん。グループって何人がマックス？ないっす、多分今んとこないんで。あれかな、あちょっと待ってね、とりあえずじゃあ一緒にやります。どこでやるんだ。いいよ、全然、ね、いい、まあなんか流れとかに任せて。あ、オッケーオッケーオッケー。とかあったら全然それでいいと思うんで。わかんないな。オッケーです。じゃあ行きますか。はい、とりあえず私エンチャント大好き。俺さ、ジョブないよね。俺ジョブ、ちょっと待って、俺ジョブを選びたいんだよ。ジョブ選んでない。ジョブ選んでないんだ。そんなことやらないのか。今、あれですか、鉄ツンさんがまだ決まってないから。うん、俺何も決まってないよ。どうしようかな。ま、正直な話をすると、うん、採掘師は一人いたらいいんですよね。まあね。なんででもどうなんだろうな。で錬金術も正直一人いたらいいんですけど。うん。あ、なった。じゃあもう全員もう揃った。あ、じゃあケッチンさん。え、好きなの？だけ足りない職業が実はあって。何？そう、一つだけ。一つだけ。漁師？ほら、ケッチンさん聞いてください。ん？漁師は一応バフ予定なんですよ。え、現状ゴミってこと？いいじゃん、無限の可能性じゃん。よく言えばね。いいな。全然いいなと思ってないやろ。嘘だろ。まあ似合ってはいるんすけど、背中に太郎って書いてる。なんかルールが変わって一回しか帰れなくなっちゃったんで。え、じゃ、え、嘘？そう、あの今までのルールは1日1回だったんですけど、今サーバーを通して1回しか帰らないんですよ。じゃあまだだ、ちゃうねって。当たり職業だから。それは採掘師は当たり職業よ。え、マジマジマジ。まあそれか、それかケチさん農業でもありっす。農業2人とかでも全然強いと思うんで。いやいや、漁師足りないんだったらもう漁師でしょ、こんなん。じゃあ漁師いきますか。漁師足りないんでしょ。まあ、いるかいらないかは分かんないですけど、一応漁師になったら全員揃うす。じゃあケツさん漁師いきますか。うん、俺は必要とされてるよね。必要す。え、俺必要とされてる？めちゃくちゃ必要です。本当に？いや、もう絶対いつか必ず漁師は輝く日が来るんで。じゃあ漁師なるよ。はい、めっちゃ似合いそう、うん、あ、もう取り戻せ。あ、もう俺フィッシャーマンになった。俺も知らないからね。オーケーっす。俺を途中で捨てるのなしな。行きましょう行きましょう、うん、行きましょう。カナリア390はウォーデンに殺された。やってんね。え、カナリアさんってキングって何？どうせあれでしょ、半端じゃない人なんでしょう。だってあんだけ、キングですかみたいな。みんな言ってるんやから。いや、そりゃだって、そんな俺だって知ってるよ。なあ、キングって曲。あのね、知らないわね、失礼だから。調べます。キング歌って検索したらいい？8600万再生！びっくりした。やばっ！ What？ おい。全部数百万再生やぞ。1000万再生とかもあるわ。びっくりした。すごすぎだろ。どうも、ひのこまらんです。あ、よろしくお願いします。丸竹顔バグってね。こんにちは。あ、こんにちはよ、見てて。うん、ありがとうございます。あー、かっこいい。あ、最近じゃないですか。いつもの爽やかな青年になってる。なんでやねん。あ、トーコちゃん。はい。ごめん、もう一回さ、やってもらえる？エンちゃんと。あ、はい。え、その弓はエンチャントしたの？はい、これ無限弓。無限？最強じゃん。そうなん。最強なんです。は？よし、できますよ。あ、オッケー。はい。
ベーサーつけないと他の頼む、宝釣りつけてくれ。本棚こっちあるよって言えば、本棚あるよって。いや、こっち本棚こっちあるけどな。本棚こっちあるけどな。え、いやこっち本棚あるけどな。めっちゃつける。本棚こっちあるけどな。もっと強いエンチャントがつけれる。あー、本棚あるから置けるけどな。かっけーしな、こっち。見ましょうか、エンチャント。見せてもらおうかな、これ。これ聞きましょうか、じゃあ。え、どんなのがつけれるんですか、エンチャントって。ちょっと借りていいですか、それ。ケツさん、私なんてくださいね。ここでつけれます。ありがとうございます。ここラジオであげれるんで、ここでつけれます。私行きましょうか。無料とかもいいよね。ここで借りパックする。これ借りパックするの、この女ら。これなんか使います。やばい、フリー。俺以外の人が使ったら失明するんで、ここダメージ増加1ですね、これ。ダメージだろ。すごい光出るんで、俺使ったら。あんま良くない。なやってんな、エンチャント。選んでください。なんかランダムなんですか？ランダムっすね。あ、そうなんだ。まあ、任せてください。別の任せてください。もうゴリゴリ使ってるやん。めちゃくちゃ使ってる。ちょっとね。でも大企業。大企業。耐久。最後、商売上がったり。なんだよ、耐久かよ。窓際無限釣り。え、これでガチで釣れんの？え、ガチで釣れんの、これで。これが釣り人の現状ですか。エンチャント本を拾って人権集まるまで俺これですか。何を見ている。ガチでおもろい。見せ物じゃねえぞ。ガチでおもろい。これが俺の仕事よ。なにこれ、暇すぎん、これ。なんで1マス？いや、なんか1マスで釣れるらしいから。なんでこんな端っこでやるの？みんなのところでやればいいのに。いや、なんか邪魔そうだったから。そんなことないじゃん。これ絶対つまんなくないですか？え、クソつまんないよ。え、なん、え、漁師って何？やめて。職業？うん、職業。じゃあ食料を取るの？いや、なんかエンチャント本が当たりらしくて。ああ、本を釣るのか。そう。本の入手の方法他にあるんですか？なんかね、ありそうで怖いんよ。逆にね。そう。ああ、え、あのさ、あ、そう、トモさんのところにいるさ、変な人たちにさ、本作ってもらうんじゃなかったっけ？うん、あ、うん、なんか言ったら作ってくれる。え？ケツさん、ごめんね、挨拶遅れて。こんばんは。こんばんは。え、ちょっと待って、世界でもよろしく。よろしく、よろしく。ちょっと待って。え、エンチャント本っていらないの？エンチャント本はいる。どうしたいの？え、違う。え、ガミトモがエンチャント本。ケツさん見て。え、ガミトモじゃないよ。修繕付きのピッケル作ってあげた。うわ、情報戦負けてる、この人。え、ちょっと、ん？え、なんか釣りでエンチャント本作れるやん。あ、釣れるやん。それはいらない？なんかあれかも、砂漠の中でコンタクトレンズ探すような作業してるかも。え、じゃあ釣り人っていうジョブは何？死んでるやん、じゃあこの職業。俺いらんやん、俺。何してんの、俺ここでずっと。分かんない、釣りしてる。はい。え、ちょっと待って。じゃあ俺も鉄掘った方がいいやん、絶対。あれ、釣りの人ならさ、バケツ作れるかな。いや、バケツがね、バグで俺作れないんだよ。じゃ釣り人ですらないじゃん。あ、
あとなんかバケツが、ね、大事って言ってた。そう、バケツがあれば水をいくらでも運べるからね。だからバケツがないんだよな、俺は作れないんだよな。それは今日はもう再起しても治らないんですか？そう。え、じゃあ俺もまた炭鉱こもろうかな。じゃあすごかったよ。え、一マスで魚釣りしてる哀愁やばかったよ。マジで。でしょ、哀愁やばすぎて笑っちゃった。いや切なすぎでしょ釣り人。うん、結構切なかった。うん、だってあんなんやらされた挙句なんもいいの出えへんのって終わってるやろ。すごいいいキャラしてる、いいキャラしてるね。めっちゃ絡みやすい。勝利のしょんべん行ってこよう。え、ファンタさんいるの？ファンタさん、釣りしましょうよ。今、釣り人が一番熱い職業。正直。職業一回しか変えれないけど、絶対釣り人やった方がいい。お前、ラムチとバロしたことある？いや、ないですけど。したことあるんだ、ボス。え、でも、俺が一人で、隅っこで、寂しく、やってた時に釣り、話しかけられたことあります？絡みやすいって言われたことあります？俺は別にない、あ、さっきされたわ。え？めちゃくちゃ長文やん。ウストクラリスナーかな思った今。コモリメトに一人でいるときに話しかけられ、ラムチとベジータ合戦をし、ウルハさんを先輩で呼び、ベニちゃんがニコ生から見てくれたし、レン君の JP に SA を浴びせキモって言われて、キュピちゃんにおはようおはようと言ったのが俺。V スポ激浪出演多数。お前は上で待ってるわ。どうしたんボス、なんで。めちゃくちゃ聞いてるやん。うぃー、別に何してる。何すんの釣り竿。え、エンチャント釣り竿。何ついてんのそれ。いやでもね、いいのついてないのよね。耐久力だけなのよ。あー、そうなんだ。そう、宝釣りって何が釣れるの、うん、エンチャントとか釣れるんだ低確率で。あー、今ひたすら釣り。うん、いや、でもさっきまであれこぼってましたよ、あのインゴットを取りに。あー、そう、でもみんなそうだよね今。そう、はい、なんか釣り役立たんって言われたから。ちょっと釣り俺もやろうかな。釣り？釣りやります？釣りやろうぜ。あ、いいね。ちょっと一回あのエンチャボン釣れるまで、ね。あー、いいいいね。よし、エンチャボン釣れるまでもうひたすら耐久しよう。マザーさんって RPG とかやるんですか ？RPG あんまり。あんまりやらんね。え、じゃあなんかそのダークソウル系とかは？あーやらんねえ。ホラーゲームも？ホラーもめちゃくちゃ苦手。え、うん、ま、苦手な人がやるのが一番いいんだから。めちゃくちゃ苦手。あのビサージで本当死にかけた俺。ああ、はい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 。ルーシーのショーやったことある？ある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 。あれで死にかけた本当に。いやまだまだよ。もっ え結構やってるけど。俺もうめちゃくちゃやってると思う。え、一番怖いの何？一番怖いのは、
1番か、1番って言われるとむずいけど、ちょっと、うわ、これ別格に怖いなって思ったのは、カゲロウ1と、パラノーマル香港っていうやつ。あー、聞いたことあるな。え、それ、平気なの？やってて。俺は結構ね、ホラー体制あるんよ。あ、へえ、怖、なんか怖いとかはないんだ。いやいや、ちゃんと、バンって驚かされたらビビる。うん。けど、そんなにかな。俺だって今住んでる家も事故物件だから、だからまあ基本体制があるのよ。そうだ、うん。何、どういうこと？え、なんか俺の部屋、俺の住んでるところで2人自殺しちゃったのよ。そこ住んでる。なんでそれ、なんでなのそれは。それ何、ネタになるからと思って。いやいや、なんかちょっと安くなるって言われたから。でもそりゃそうだろうけどさ、うん、嫌じゃない？嫌ではないね。え、な、実際、え、今なんか釣れた？お、やべえ、え、ほ、じゃ釣り竿、釣り竿、あ、宝釣りさん、宝釣りさん、うわ、宝釣りさん来たぞ。いや、でもこれ、激論、激論壊れる、これ。え、ちょ、あれ、ちょ、あの、どうしたり？あ、行こう、どこに？修繕つけてもらう、修繕。修繕？あの、トモさんに言って、うん、修繕つけてもらおう。つけてもらおう。つけてもらって回復させて使おう、うん、やべえ、ナイス。トモさん、どうした？ねえ、これに修繕ってつけれないかな。どれ？この、これ。あ、つくよ。え、つけてほしい、これ。ね、俺も今素材ないから、原木があればつけてあげられる。原木ね、原木買ってくるね。原木をね、うん、ワンスタックぐらい。うわ、64個？64個でももしかしたら足んないかも。 100あれば確実に足りると思う。 100? うん、わかった、頑張ります。お願いします。はーい。 100? トモさん、トモさん、あれか、ちょっと衝撃的なこと。トモさん、ちょっと待って、待つ。さっきの釣り竿をやってくれる？修繕。あ、オッケー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 。足りるかな。今100渡したでしょ。オッケー、足りる。え、何？あ、ケツさん、あいつ倒してほしい、怖い。任せろ、敵が爆発しないように。にゃー、ちょっとごめんね。ねえ、言ったよね。じゃあもうちょっと早く言ってほしかったのよ。もうちょっと早く。大丈夫大丈夫。え、大丈夫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 。見渡し、見晴らし良くなった。うん。いや、爆発するタイミングで言われちゃったから。出せば子供ってできたりするかな。はい。はあ。嘘だろ。これでいいでしょ。来たー。オッケー。ナイス。オッケーオッケー、ナイスナイス。え、アキロさん釣り人でしょ？うん、そうだよ。俺宝釣りスリーと修繕ついたよこれ。あいめケッツンさん、アキロでも宝釣りスリーと修繕ついてるよ。なんだよ。アキロさんの俺がつけたんだよ。ええー、俺より早いのか。さすが釣り人やな。まあ負けへん負けへん。すわ。今弓さっき釣りしてたんだけど。うん。フレイム修繕ダメージ増加4出たよ。え、ちょっと待ってよ、ダメダメ、え、ちょっと来るから心に。え、何？え？寝ちゃったか。は？もう一回言おうか。フレイム修繕ダメージ増加4。今ね、修繕の本の弓。え、釣った。フレイム修繕ダメージ増加。いや、もう。え、マジでなんで？え、宝釣りついてないんでしょ？うん、耐久1。え、かっこよくしてくね。え、ケツさんどうだった？向こう。え、エンチャントボン1個だけ取れた。あ、取れた？うん。え、でもダンジョンクリアしたらエンチャントボン10個もらえるらしいよ。あ、らしいね。俺もそれ聞いた。え、釣り人ってなんなん？エンチャントってなんなん？え、でも俺さっき釣りで、うん、宝釣りさん、入れ食いさん、耐久さん釣れたから。はぁ？もうあとそれに今修繕つけに来たのこれ。ちょっと待って、ちょっと待って、何それ釣り、え、それ本が釣れたの？いや違う、釣り竿についた状態で釣れた。はぁ、やばよこせよ。あ、そ
いやダメよ。なんで冗談よ。俺も釣り師だもんな。なんで俺の気持ち考えろよ。かわいそうだろ俺。